桃色バトは、超高派と木派とか熱心な図属に分類される、鳥類。別名モーリシャスバト。モーリシャス全長40センチメートル。頭部や頸部、胸部はピンク色。額から、顔はピンク色がかった白。背の歯衣はピンク色がかった暗褐色。腹部はピンク色がかった泡褐色。お歯は赤褐色だが、外側はピンク色を帯びる。翼は、 暗褐色。目の周囲には、羽毛がなく、赤い皮膚が露出する。くちばしの基部や甲子は赤い。幼鳥は、頭部や頸部が暗色。標高300メートル以上の産地の湿潤林や、低木林などに生息する。単独やペア、家族群を形成し生活する。主に、木本の葉や、花、果実を食べるが、稲科植物の種子なども食べる。主に木の枝で採食を行うが、 地表に落ちたものを再食することもある。繁殖様式は卵生。12月から翌7月に地上4から15メートルの木の枝に細枝を組み合わせた皿状の巣を作り、1回に1から2個の卵を産む。放卵期間は13から15日。ひなは卵から孵化してから18から22日で巣立つ。自然林の破壊及びそれに伴う陶器の食物不足。 人為的に移入されたカニクイザルやクマネズミによる卵やヒナの捕食などにより生息数は激減した。サイクロンによる被害や食物不足によっても生息数が減少した。以前は低地を含めたモーリシャス島全域に分布していたが南西部を除いて絶滅し、映像地も日本産のスギ植林地のみとなった。球児とクマネズミの駆除を行った上で、 飼育か繁殖個体の再導入などの保護対策が進められている。野生個体群は1970年代における生息数が約20羽、1994年における生息数が25羽と推定されている。再導入された個体群は1993年における生息数が28羽、1994年における生息数が52羽と推定されている。 ありがとうございます。